I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season.皆さんどうも、バナシ翔介でございます。さあ、今回もね、試合当日ではございますけども、FC 東京の、試合当日の、プレビューショーということで、まあ映像でも楽しめるね、ラジオ配信でございますということで、まあ多分昨日のね、多分夜の9時ぐらいに多分あれをVlog の方上げてると思うんですけども、皆さん、いかがだったでしょうか。まあ、そう、本当にね、ここで言うと、まあ、応援仲間の一人がね、まあ、仕事の関係で、まあ、ちょっと遠くに引っ越してしまうんですけど、まあ、本当、まあ、ちょうど、昨日ね、まあ、送別会みたいな感じだったんですけど、ちょっと僕仕事で行けなくて、すごく残念で悔しかったんですけど、まあ、本人にはね、本人に言えなかったんですけど、まあ、本当、ぜひ楽しんで、まあ、本当、仕事だけどね、本当、すごくいい街ですし、まあ、この、まあ、動画見てるか分かんないけども、本当、いい街なんで、うん、北上は。ね、本当、動画でもね、ケンヨと高谷さん、よろしくねって言ったけど、本当、それなんですよ。うん。まあ、だとまあ、今って結構ね、僕にとってやっぱり、知り合いがね、何人かいるっていうのもあるんで、まあ、ケンヨもそうだし、高谷さんもそうだし、あとまあ、画家でね、本当、世界的な画家に今なってきてる、佐々木拓磨っていう、人もね、うん、岩手、盛岡の上の方か、うん、龍泉堂の方だから、ちょっと遠いんですけどね、うん、いるんでね、本当、まあ、ぜひ、まあ、頼りにしていただければなと思います。本当、新馬見てたらね、うん、頑張ってきてね、本当にね、また、アジスタであることを僕待ってますんで、はい。あと、まあ、お父さんの方は、またアジスタで、はい、うん。そう、だいたい僕56のあたりにいるんで、皆さんぜひね、この顔見かけたら、はい、声かけてください。いつでも、写真撮りましょう。俺でよければ全然写真 OK だから。特に並ぶこともないし。だから、コハロンよりも人気はないけど、人気はないけど、ちゃんと東京について喋ってるんで、ぜひ皆さんね、僕のこともね、ぜひ認知していただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。てなわけで、さあ、今回のゲームはこちらですね。2022、YBC ルヴァンカップ、グループステージの E グループの第2節になります。今日3月26日日曜日の15時キックオフで、相手が京都さんが FC、場所がね、我らがホーム、味の素スタジアムとなっております。で、まあ、京都さんと言ったらね、先日の試合で、負け置きしまして、はい、つい最近負けた相手でございますね。2対0で負けるっていう、もう、俺もうこの瞬間、あえーと思ったけど、本当にね、もうどうなってんのよと思ったけど。まあ、まあこれがね、サッカーの楽しさ、楽しいところ、面白いところでもあるんですよ。そう。これがサッカーの楽しいところ、面白いところ、で、怖いところであり、悲しいところだったりもするんだけど。うん。まあ、まあこれまでね、前回対戦も含めた、直近の通算対戦成績が11勝8分け6敗。で、通算得点が40得点の26失点ということで、まあまあまあ、まだ東京の方がね、若干分はありますけども、これも数字は数字なんで。だから言ったでしょ？この間京都戦のプレビュー動画で言った通りでしょ？数字は数字なのよ。そう。で、今回マスタールヴァンなんで、メンバーももちろん京都もうちもガラッと変わってくるわけですよ。そう。多分今日長友佑都がね、ちょうど撮影日が金曜日の夜なんで、まあ今日って言っちゃったんだけど、代表戦佑都が見に行ったってことは、多分もしかしたら、まあホームだからね、まあ出る可能性もあると思うけどね、うん。そう。で、まあ、FC 東京のフォーカスプレイヤーの方を見てみると、徳本ね、二人目おめでとうございます。徳本さん、二人目おめでとうございます。本当にね。先にゆりかごしとこう。ゆりかごね。で、あと、二人目が荒井優太、三人目寺山翼ってことで、翼はね、この間、まあ、この間の横浜 FC 戦でどっか痛めたみたいで、その次の名古屋戦はメンバー外れてたんですけど、翼のね、東京はやっぱりすごいね。うん。
あの、多分 Vlog 見てくれた人はわかると思うんだけど、あんな大きな声でゆるねばを歌う。で、あの、We Are Tokyo もあそこまでも、ね、嬉しそうにやってくれる。あれやっぱりね、サポーター冥利につけるよね。やっぱり東京愛が強いからね、あの子はね。そう、あれはね、見ててね、すげえ俺も嬉しかった。うん。そうで、まあ、で、荒井優太に関して言うと、まあ、若干その、なんだろうな、その、まあ、開きすぎてたりとかするんだよね。うん。で、中に切り込んでた時のシュートがちょっとやっぱり、うん、まあ、まだまだかな、まだまだかな。けど、まあ、もちろんね、まあ、といって、まあ、高卒ルーキーだから、そこまでね、過度に期待してもしょうがないから、まあ、こっからまあ、徐々に良くなっていけばいいと思いますよ。うん。で、京都サンガさんの方の、フォーカスプレイヤーで出てるのが、山崎、川崎、金子。まあ、この3人も怖いよ。特に、川崎はね、本当上手い選手って僕知ってるんで、彼が。そう。川崎壮太選手ね。そう。まあ、まだ若いしね。そう、なんなら彼も本当俺多分、彼はね、この川崎くん、彼は多分ね、近々多分 A 代表とか、そう多分ね、代表候補合宿みたいなところであったりするんじゃん。あれ呼ばれると思うよ、彼は。うん。それぐらいの才能はある。うん。そう、うまい子だし。なんだろうな、こう。俺、うまい子を見つけるのが好きなのね。俺は実際。もちろん FC 東京でうまい選手、FC とか推しのチームだから、上手い選手、好きな選手見つけるのは当たり前なんだけど、それ以外に、他のチームで若い選手で上手い子を見つけるのが好きなの。そう、何、若い男の子が好きなのって言われたら、いや、そうじゃないんだ。お前、ショタコンではねえからさ、うん、そう。ショタコンではねえから、別に若い子が好きなのって言われて、そこで、えんなんて言えるわけないしさ。まあ、けど、こういう若い子がね、もちろん、うちのほら、タワラもそうだしさ、タワラなんか特にそうじゃん。そう、タワラ、新井なんかは高卒ルーキーでしょ。そう、まあ、タワラはほら、高校からね、ユースから上がってきた子だけど、ね、すごいやっぱ期待しちゃうよね。そう、やっぱだからこう、なんだろうな、俺の期待してる若い選手たち、FC 東京に限らず、期待してる若い選手たちが、実際活躍して海外行きました。で、そこで自分の名前をブランド化させます。まあ、この間代表の実況で、ね、ウルガヤ戦の実況でも言ったけど、自分の名前をブランド化させないと、決してもっと上に上がっていけないよって話をしたじゃん。したのよ。多分、見に来てる人ほとんどいなかったから、うん、でも聞いてないと思うんだけど、これ最後の方に言ったんだけど、そう、自分の名前をいかにここでブランド化させるか。それだから、京都の川崎くんもそう、うちの、だから、クリューとか、ね。クリューも、クリューはもう、国内でのブランド化ができてるからね。そう。そっから、いかにその、海外のクラブにその自分の名前売り込んでいくか。どうその自分の松木クリューっていう名前のブランドを海外に売っていくか。それは、クラブでどんどん活躍して、代表呼ばれて、代表でも結果を出すことによって、世界に自分の名前のブランドができるわけよ。だから、そういうことの、熊がそうじゃん。熊がほら、U20 のアジアカップで得点王になったでしょ？そう、結局決勝で、準決勝で負けたけど、あれでほら、得点王になりました。あれでもほら、世界にそこそこ自分のブランドはできた。熊田っていう名前のブランドはできたわけよ。あとは、ほら、そこでほら、世界的にやっぱ注目されるわけでしょ？けど、クラブで結果残してないと、ってなっちゃうこともあるから。だったら、まず、その東京帰ってきて、多分この試合多分クマも出ると思うの。メンバーに入ると思うの。クリューもそうなんだけど。出た時にいかに活躍できるか、いかにその自分の名前をさらにブランド化できるかっていうところ、そこも注目したいなと思ってます。なんで、まあ、僕としてフォーカスプレイヤー、僕の中のフォーカスプレイヤーは、京都はこのまま川崎選手、FC 東京は僕は熊田にフォーカスを当てていきたいなというふうに思っております。はい。本当にいつもね、だらだら喋るのは、今回やめようと思ったの。なぜかっつったら、まだね、仕事いっぱい残ってんだ。編集とか含めて、そう。だから、結構ね、あんまりね、動画に時間をね、かけてやらんねえっていうね、とんでもない事態。うん、ただ、気づきました。ユニフォーム変わったんですよ。そう、いよいよ今シーズン仕様になりまして。背番号誰だか気になる？背番号気になる？それは、スタジアムで見てちょんまげ。うん。スタジアムで見て、ちょんまげ。うん。ちょんまげないけど。
で、一応俺が次スタジアムに行く予定を皆さんにも先に言っときます。はい、4月ですけど、4月のゲームは、俺行けるのは、15日のセレッソ戦なんで、それまで、皆さん、私スタジアムには行けません。はい、させん。はい。なんで、まあ、15日のセレッソ大阪戦、ホームゲームなんですけど、ここで、皆さん多分僕のユニフォームを見ることができると思うんで、ぜひ、俺が誰を買ったのか、何番買ったのか、ぜひ、皆さんね、楽しみにしていただければ。じゃあこれね、クイズにしようか。そう、コメント欄にぜひ書いていただければと思います。翔助が果たして、誰のユニフォームを買ったのか。これね、ぜひね、皆さんに コメント欄で、はい、もしいただければ嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。てなわけで、最後に改めてなんですけども、今節のゲームのおさらいは、3月26日日曜日15時キックオフ、京都サンガ FC 戦、我らがホーム、味の素スタジアムで行われます、YBC ルヴァンカップグループステージの E グループの第2節になります。ほんとね、まあ、ルヴァンも最後取ったのが2000年そう、2000年になるか。なんで本当もうね、そろそろ取ろうぜ。そろそろやっぱりルヴァンは取り返そうぜ。ルヴァン取り返した上で、リーグ戦も取ろうぜ。そこよ、大事なの。意識だから、意識。意識大事だから、意識強く持とう。ね。で、まあ本当ね、横浜 FC 戦、本当、まあ名古屋戦と、本当ね、本当すごく、ダゾーンで見てても、本当ね、FC 東京のファン、サポーター、本当、ゴールの皆さんの声がすごく聞こえてきてて、すごくなんか見てて、まあもちろんゲーム内容としてはまだまだこれからだろうと思ったんです。ただ、あの試合は僕の中でもミラーゲームになると思ってましたし、まあ、アルベルさんのできる、今のできる東京の全力、最善を尽くせたと思います。はい。なんで、まあまだまだね、いろいろ苦しい試合、まあこうやって今、総力戦でやってますけど、まあ、怪我人が戻るまでの間の辛抱だと思って。まあ、まだいろいろ辛いことあると思いますけど、まあ、青木も戻ってきてるし、多分龍馬も多分ぼちぼち戻ってくると思うしね。で、熊と、クルも戻ってきたんで、まあ、若干チームとしてはまあ、いい戦い方ができてくるんじゃないのかなと思いますんで、まあ皆さんね、下向かず、ね、選手も一生懸命前向いて戦えてるんで、我々も前向いて戦っていきましょう。と、我々が下向いたら終わりなんで、ね、しっかり前向いて戦っていきましょう。それでは、皆さんね、今回はこの辺りで、失礼させていただきたいと思うんですけど、まあ、ホームゲームだからね、まあでも、京王線の中とか、待機ですね、待ってる時とか、多分、この、まあ、動画を、ラジオ感覚で聞くのも悪くないと思うんだ。最近だからなんとかラジオ感覚で聞けるように、努力はするようにしているんで、はい。ぜひね。で、もしこういうとこ改善してほしいとか、まあ、試合に関するコメントとかも、コメント欄に書いていただけると、どんどんそちらね、次の動画でぜひ、まあ、ご回答させていただいたりとか、そういうふうにしていければなと思ってるんで、ぜひ皆さんコメントの方までお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。てなわけで、私、翔助、このチャンネルの概要欄のところに、いろいろとリンクの方貼ってあります。まあ、消したリンクもあるんですけど、まあ、基本的に、まあ、セカンドチャンネルとか、そういうところの、ツイッターとかリンクありますんで、ぜひ皆さんね、フォローや、チャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。本当のセカンドチャンネルの方で、もしかしたら、もしくはこっちでも言うかもしれないんだけど、まあ、まだちょっとわかんないんで、来月の頭かな、ちょっともしかしたら、超重大発表があるかもしれないんで、そこだけ楽しみにしていてください。はい。てなわけで最後に、京都の記事さんは日本代表の監督になった方がいいと思った方高評価。そして、チャンネル登録とぜひ皆さんコメントの方もよろしくお願いいたします。てなわけで、さあ、今回はね、なんとか15分でまとめきれたと思うんで、はい。今後もなんとか15分でまとめきれるように頑張ります。はい。てなわけで、当日ね、実際行かれる方、ぜひ皆さんね、なんか、いろいろスタグルも出るみたいなんで、ぜひスタジアム楽しんでください。で、初めてね、スタジアム行く方もいらっしゃると思うんで、ぜひね、アジスタ楽しんでください。で、FC 東京を好きになっていただけたら幸いです。
それでは皆さん、またお会いしましょう。翔介でした。あてまーす。